小艇のあたりから麻子の顔面を捉えております。もう一発、たまらずニュートラルコーナーにエスケープいたしました麻子悟。さあいい形で小坪に試合の権利を譲っていきます神風。青コーナーのタッチワークが多くなっているフライングメイヤーです。低空ドロップキック円髄のあたり、スリーパンに捉えます。さあ逆に小坪の左の腕チキンウイングに捉えております麻子。膝を落としていく、これは小坪の左の肘を殺しに行こうという作戦でありましょう麻子悟であります。ジュニアヘビー級同士の対戦にふさわしく小気味の良いファイトの展開となっております。さあ麻子、小坪の左の腕をデスロックに捉えている。前回参戦の9月4日昨年のサマーアクションシリーズ2、その大会でのファイトが評価されまして今日のこの2度目の全日本再戦につなげております。神風小坪組、しかしこの時間帯苦しい時間帯、赤コーナーセカンドロフからハンマーを落としていきました井上雅夫。もう完全に左の腕に照準を絞りました全日本コンビ、ハンマーを続けて落としていきます麻子悟です。アームバー、さあ井上雅夫108キロの体重を利用してこの小坪にダメージを加えていきます。じわっじわっと小坪の左の腕、あーっと今度は膝です。もう一度2位を落としていく井上、完全にこの時間帯は全日本コンビペース。タッチワークも速くなっている。試合の権利ロープのこちら側にいる麻子悟に移っております。おーっとエプロンからの落差を利用してのアームバー攻撃、あーっと98エキサイトシリーズの開幕戦、厳しい試合展開を強いられております。レッスル夢ファクトリーの小坪、このエキサイトシリーズでアピールしてぜひとも東京ドームへの切符をつかみたい神風小坪組ですが、この時間帯苦しい時間帯、この左の腕を殺されますと小坪の得意技であります関節技に関しても非常に大きな影響が出てくることは必至でありましょう。膝を落としていく麻子、全日本プロレスには盗むものがたくさんある、それを持ち帰ってインディーに伝えたいと昨年の足利大会終了後は話しておりましたこの神風小坪コンビですが、今回のこのエキサイトシリーズの対戦参戦、それだけではもちろん目的はそれだけではありません。東京ドームという夢舞台がこの神風と小坪の視界にはしっかりと捉えられているでありましょう。さあニュートラルコーナーで全日本プロレスの若武者麻子悟、このインディーの選手に対しまして猛烈な攻撃を仕掛けている。さあこの辺りから形勢逆転か、試合の権利は神風。さあ神風麻子をロープに振ってカウンターのラリアット、おっと赤コーナーの井上雅夫にも突き出ていった、フライングのスピンキック、さあそしてバックドロップ、これはいい角度だ、すかさずカバーに入りました神風、カウントは2つ。さあ神風この辺りで大技を1つ打っていきたい、今場内にアピール、フィッシャーマンズスープレックスホールドはどうか、これも2カウント、おっと返していった麻子にはまだ余裕があります。さあ神風です、畳みかけていきたい、この麻子のメジャー全日本の金看板に片手をかけていきたい神風ですが、麻子悟のフェイスクラッシャー、まだまだやはり余裕があります。全日本プロレスコンビはタッチワークがありました。井上雅夫に試合の権利は移っている。さあダブルのブレインバスター、神風の腰です。さあ後楽園ホールの場内も全日本プロレスファンと
そしてレッスル夢ファクトリーファンの声援合戦となっているラリアットからのカバーはどうだ。カウントは2つ、2カウントで返しております神風。神風と、そして井上正雄に対する声援が交錯しております。ニュートラルコーナートップロープを目指します井上正雄、距離を測るタイミングはどうだ。あった、よく見ておりました神風、タイミングを外しております。そして先頭、さあ神風、得意技の神風トルネードはまだ今日出しておりません。さあ典型のフィッシャーマンズ、カウント2で返しております。さあ休みたくない、さあどうだ神風、ニュートラルコーナー飛んだ、トルネード、霧もみ式、カウントはどうだ。あーっと神風トルネード、いい時間帯で炸裂したんですが、朝子悟のカットインが入っております。さあその神風トルネードを受けた井上正雄に対しまして、試合の権利を譲り受けました小坪博義、打撃技です。あった、しかし接近戦ではこの井上正雄も引けを取るわけにはいきません。トロープに振ろうというところ、こらえております小坪、結構打っていく。さあおっと、まだこらえている、ストマックのあたり、キックを連発していきます井上正雄、こらえます小坪、場内からは徐々に小坪コール。さあと腕を取りに行く、腕ひしぎ、腕ひしぎはどうか。さあどうだ、小坪の腕ひしぎ、あっと井上正雄の、おお、徐々に徐々にロープに近づいていきました。サードロープを捉えております。ロープブレイク、試合時間15分を経過しております。さあどうだ、腕ひしぎ、試合時間15分を経過したあたり動いてまいりました。朝子悟は場外です。神風と朝子悟は場外だ。試合の権利があるのは小坪と、そして全日本プロレスの井上正雄。場外には朝子、スタンディングのスリーパー、スタンディングのスリーパーは小坪、リングの中央に戻す、リングの中央に戻します。あっと神風のアシストから同締めスリーパー、リングの中央だ。さあ井上正雄ピンチ、全日本プロレスの井上ピンチ。朝子のカットです。膝を落としていきました朝子、もう一度神風が朝子を場内に落とします。素早く戻りました朝子悟。さあそしてトップロープとセカンドロープの間からキックを見舞っていきました。さあしかし試合の権利があるのはこの朝子ではありません、井上正雄だ。あと場外には神風、さあどうだ、赤コーナートップロープには朝子悟、井上正雄がアトミックドロップ、そしてミサイルキック炸裂、全日本コンビのコンビネーション技から井上バックドロップ。さあどうか小坪、スリーカウント効いてしまうが、あーと神風が間に合った。その神風を今もう一度朝子が場内に落としていきました。さあリングの中では井上正雄バックブリーカーからカバーに、あっとカバーに入れない、朝子はプランチャーを打っていった。場内には井上と小坪、あーっとどうだ、朝子は場外、そして小坪バックブリーカー、アルゼンチンバックブリーカー。さすがは最後は井上正雄、余裕しゃくしゃくの表情であります。アルゼンチンバックブリーカー手骨折り、小坪博義のギブアップの声を聞いております。さっきの体勢、さあそして馬場さん、何と言いましても今シリーズ注目はこのジョニーエースですね。そうですね、初めて三冠戦に挑戦しますが、このシングルマッチ、シングルファイターとしてのジョニーエースというのは馬場さんどのようにご覧になってますか。おっと、やっぱりここで自分をもうアピールしなかったら、はい、する場所ないですからね、10年もかかってますからね、はい、さあそしてその
最終武道館大会でタイトルをかけて戦う三沢ミサルに突っかけていきました。ジョニーエース、9年半を経てようやく初めての挑戦権を得ましたジョニーエースです。アームバーをひねっていった、ひねりを効かせていきました。ババさん、あのあたりですね、やはりスミスの持ち味というのは。ただのアームバーではなくて、ひとひねり加えていきますジョニー・スミス。チキンウィング、ベースロックも加えておきます。チキンウィング、ベースロック、おっとここで秋山純がセカンドロープに逃れております。試合時間15分を経過しております。シックスメンタックマッチ98エキサイトシリーズ開幕戦のメインイベントであります。三沢秋山モスマン組対小橋エーススミス組、現在試合の権利があるのはジョニー・スミス、ブルーのロングタイツ、そしてショートタイツが秋山純であります。先のシリーズ鹿児島大会におきましてアジアタックのタイトルをつかみました。このジョニー・スミス、秋山純をチキンウイングで苦しめていきます。左の肘、サードロープに足が届きました。ロープブレイク、タッチが成立しております。ひねっていく、エルボーだ、もう一発、秋山純のエルボー。さあ赤コーナー、タッチは成立するか。秋山純からマウナケアモスマンに試合の権利は移っております。モスマンと小橋、モスマンの醍醐味というのは何といってもこのキック連発、おっと小橋健太もこのキックを受けている。足に、そして胸に容赦のないキック攻撃であります。マウナケアモスマン、カウントは2つ。さあマウナケアモスマン、ちらっと三沢ミサルの方を見ました。ドロップキック、三沢に試合の権利をつなぐタイミングを図っているんでありましょうか。マウナケアモスマン、さあ押し込んでいく小橋健太、逆水平強烈、耳そぎ小橋健太からジョニー・スミス、タッチワークが徐々に速くなってきております。両チームであります。ハイルドライバー、カバーに入ったジョニー・スミス、ツーカウントです。左の腕、モスマンの左の腕、照準を絞っていきます。おー、しかしこれはロープが近い、ロープブレイク、モスマンの足がサードロープを捉えております。エルボーを打っていく、打撃技の応酬となっております。足を絡めて、今度はジョニーエースに試合の権利は移っております。全日参戦9年半を経まして初めての三冠挑戦、待望の三冠挑戦を今シリーズ最終武道館大会で控えております。スタート、ジョニーエース、その三冠戦の挑戦相手の三沢光晴に果敢に突っかけていきます。赤コーナー控えていた三沢光晴、これは予想できない攻撃を受けております。ジョニーエースがコブラツイストに捉えております。マウナケアモスマン、現在のジュニアヘビー級のチャンピオンをコブラツイストに捉えておりますジョニーエース、不意打ちを食らいました三沢光晴。グイッグイッとジョニーエース締め上げていきます。さあコブラツイスト地獄に移行しようというところ、足を開きます。
カットに入るタイミングを伺っている三沢ミサルであります。今日はこのエースと三沢の絡みはまだない。さあエルボー、エルボー、エルボーだ。さあどうだ、大事な開幕戦、最終武道館大会ベルトをかけて戦うこの2人、試合の権利があるのはしかし秋山だが、さあ容赦のない三冠チャンピオンのカットイン、ストンピングで踏みつけていきました。まずはこの開幕戦から嫌なイメージをこのジョニーエースに据え付けていこうという三沢満春。試合時間20分を経過しております。メインイベント60分の一本勝負、三沢秋山モスマン組対小橋エーススミス組であります。エルボースマッシュ、大きなテイクバックを取って放っていきましたジョニー・スミスであります。もう一発いった、もう一発、3連発で打っていった、カバーに入った、カウントは2つ。フライングメイヤーから足をかけます。さあグラウンド、フェイスロック、顎のあたりを固めていったジョニー・スミス。世界ジュニアヘビー級チャンピオンのマウナケア・モスマンがこの時間帯ピンチであります。フェイスロック、ぐーっと顔面締め、ロープブレイク、青コーナー、オレンジのショートタイツ、小橋健太であります。前世界タッグチャンピオンの小橋、強烈な逆水平から膝を当てていく、もう一発、ストマックを的確に捉えております。かわず落とし、カウントは2つ。小橋健太からタッグパートナーのジョニーエースに試合の権利を移っている。タッチワークが速くなっている青コーナー、ラリアットを放っていきます。これはかわした、巻き投げ、キックを捉えたぞ、円錐切り。さあモスマンから三沢か、三沢ミサルか、三冠チャンピオン、ここで赤コーナートップロープ、あーた、これはよく見ておりましたジョニーエース。さあ最終武道館大会の三冠戦の前哨戦だ。ロープに飛んだ三沢、ハイキックはジョニーエース、もう一度ロープに飛んだ、エルボーだ、エルボーで返しブロック、おっと返す方までエルボー。さあ三沢ミサル、現在三冠戦自己最多タイとなる7連続防衛に成功中であります。このジョニーエースを三冠戦で破りますと8連続防衛という前人未到の大記録を生み出すことになる三沢。さあタイガードライバーの体勢捉えるエース、さあ三沢ミサル、このジョニーエースを相手にこの大事な開幕戦、自らの手で3カウントを奪っていくか。おっとネックブリーカードロップだ、ジョニーエース、これは珍しい。おっとエースからジョニー・スミスに試合の権利を移った。そしてそのスミス、トップロープからミサイルキック、三冠チャンピオンに打っていった、バックを取った三沢、バックを取り返したスミス、パワースラム、カウントは2つ。今みたいに、ね、はい、一瞬の返しもうまいですよね、さすがですよね。三沢ミサルに大胆にミサイルキックを打っていって、そして一瞬の切り返し、パワースラム、ジョニー・スミスであります。ハイキックは小橋、そしてジョニー・エースだ、サンドイッチ式、さあそしてハーフネルソンのスープレックス、これはモスマンのカットが功を制しております。あとマウナケア・モスマン、ちょっと崩れましたがハワイアンクラッシャー。さあ小橋健太、三沢ミシャルのキック、秋山純であります。
エルボー、そしてラリアット、カウントはどうか、カウントは2つ、秋山純対角線に振ってジャンピングに力任せに投げ捨てていきました。小橋バックを取った秋山純、エルボーでエスケープしようという小橋、さああった、さあ小橋健太強引に投げていくか、あーた強引に投げを打っていきました秋山純、エルボー、あーた小橋健太のチョップ、そしてハーフネルソンのスープレックスがここで炸裂いたしました。さあカットは今モスマンが入った、マウナケアモスマンのカット、あーっとしかしまともに小橋健太のハーフネルソンスープレックスを食ってしまいました秋山純であります。ジョニーエースキックは捉えたぞ、エルボーだ、秋山純セカンドロープから倒した、おっとエースクラッシャー、カウントは1つ、おっと2人がかりのカットイン赤コーナー、さあそして三沢は小橋がチョップで今マットに沈めた、小橋、さあ小橋、秋山純をまず小橋健太が、あーとトップロープからジョニーエースだ、あーと簡単です、小橋とエースの合体で大ピンチを迎えております。秋山純、三沢とそしてモスマンは場外だ、試合の権利があるのはエースと秋山、さあジョニーエースが青コーナー、秋山純をなだれ式のエースクラッシャーで地獄にいざなおうというんでしょうか、さあいったいくか、いったトップロープからのなだれ式エースクラッシャー、三沢とモスマンがカットイン間に合っております。さあそしてジョニーエースに三沢が肘鉄砲、あーっと秋山はしかし起き上がることができません。さあジョニーエース三冠初挑戦に向けて、あーっと獅子奮迅の活躍、三沢に持ったフリーフォール式、さあそして秋山だ、秋山純をコブラクラッチスープレックスか、毒ヘビが牙を剥いた、ジョニーエースどうだ、入った見事であります、ジョニーエース9連半にして掴んだ三冠初挑戦、その大事な最終武道館大会三沢ミスカルトの一騎打ちに向けてジョニーエース98エキサイトシリーズの開幕戦、まさに開幕から全開であります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。